んにちは、キラです。今回はセミリタイアに向けた準備として家、そして税金、そして収入、この3つをですね、今から少しずつ準備を始めていっておりますので、そちらの内容をご紹介しようかなと思っています。この人生100年時代ですね、70代とか80代でも働く可能性を踏まえると、もう誰もがセミリタイアみたいな生活をすることになるかもしれません。それを踏まえて、どんな、ね、準備をしていけばいいのか、そういうところを少しずつ今日は深掘りしていこうと思っています。その中でも代表として、家とまた税金、この収入ですね、この3つを準備していますので、一つ一つ紹介できればなと思っております。はい、今日の内容は、家の賃貸または購入の準備とか課題とか対策、このあたりを少し触れていきまして、次に税金ですね、つまり確定申告や納税を踏まえた手取り額って結局いくらなのかっていう計算方法の一例です。また最後には収入の分散化ですね、いつかは定年リタイアみたいな形で本業を完全にリタイアする時もあると思います。そうなってくると、次にやってくる仕事というのは、アルバイトやパート、もしくは個人事業主やフリーランスとしてのお仕事というのが多くを占めるのかなとも想像しています。そうなった時に、収入の分散化に向けてどんなことをしているのかっていうのを少し触れていこうと思います。この動画を最後までご覧いただくことで、このセミリタイアに向けた準備とか勉強しておくこと、こちらを明確化できて、またリタイア後の不安を少しは解消できると思っています。そしてこの不安というのは基本的にはお金のことだと思いますので、よりお金を守ることができる、こんな動画になればなというふうに思っております。はい、私は本業は会社員ですけれども、今少しずつ資産形成をしておりまして、今資産がですね、2000万円弱ぐらいまで増えてきております。で、私家族は5人構成でございまして、年間生活費は約300万円ほど、月20万から25万ぐらいで生活をしております。はい、でノートメンバーシップ投資家の裏側というのをやっております。こちら月額300円なんですけれども、初月無料でほったらかし投資に不安があったり、分散投資に興味がある、こんな方を対象に投資額1000万円超の売買内容、またミニコラム等を書いておりまして、月だいたい4本以上はですね、記事を書いております。概要欄にリンクを貼っておきます。初月無料ですので、ぜひ気軽に遊びに来てください。はい、では本題に入っていこうと思います。参考になりましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。でなお、投資は自己責任、自己判断でお願いいたします。でまた、私は税理士でございませんので、税務相談はできません。参考としてご覧ください。はい、ではですね、この家と税金と収入、これに向けた準備の結論を先に述べていこうと思います。そして一番大事なことといたしましては、一番上に書いてある、暮らしの背景変化、これに対応するために、家とか税金とか収入の準備をするっていうのがメインのテーマかなと思います。例えば家ですけれども、変化する家の広さ、必要とする家の広さですね、これはライフステージによって、同居する人の人数が変わっていこうと思います。で、私の場合は今最初5人家族というふうに伝えましたが、子供3人おりますので、この子供3人が自立をして、一人暮らしなどを始めると、結局夫婦2人になっていきます。この5人から2人っていうのは、結構ね、半分以下になりますので、これを考えると、無駄なね、広さっていうのがいずれ邪魔になってくるかもしれないというところです。この対応のために、家をどうするかっていうところですね。で、次に税金の話ですけれども、税金はいつかはね、自分で行う納税になっていきます。今は会社員をしているというふうにお伝えしましたので、会社が行ってくれていた社会保険料等の対策ですよね。こちら自分で納税するので、うまくやっていかないと逆に税金を多めに払ってしまうとか、そんなことにもなりかねないです。なので、リタイア後の手取りは結局いくらになるのかっていうところを随時ですね、アップデートしていきながら、自分の将来のお金に関しては準備していかなきゃいけないなというふうに思っています。そしてリタイア後の収入ですね、会社員の給料が今1本あります。もちろんこの YouTube からの広告ですとか副業の収入は若干ありますけれども、本当にね、もう若干です。そんな10万円もないので、それを考えると、いつかはこの会社員のね、給料、
これが私の家族のまあ柱になっていますんで、そこから脱出できるぐらいの副業収入を育てていきたいなというふうに思っています。でまた収入源というのは決して一つにするわけではなくて、まあ、収入の分散化ですね、まあ、これによってリスクヘッジ、何か一つがまあこけてしまったとしても、まあ、収入が続くというようなことをしていきたいなというふうに思っています。ではもうちょっと一つずつ深掘りを、ね、していこうと思います。まず家ですね。住まいというですね、絶対的に必要な要素が入ってきます。で、この時に、まあ、我が家をね、例にお伝えすると、まあ、家かマンションかというところで悩みます。が、まあ、5人家族っていうことを考えると、まあ、家ということになるのかなと思っています。子供がもう少し大きくなりますと、まあ、結局子供とはいえどもですね、もう体の大きさは成人並みになってきますんで、それを考えると、まあ、大人5人がマンションで暮らすというのは結構厳しいかなというふうにも思います。なのでそれを考えると、まあ、家を、まあ、購入または賃貸という選択肢に、まあ、数年以内になるのかなと思っています。そして、まあ、こういうふうにですね、ライフステージによって同居人の数が変化していきます。この私が家を買った後というのは、もしくは家をね、賃貸した後というのは、ある一定期間、数年間は子供と一緒に住むと思います。つまり同居人は私も含めて、まあ、5人ということになりますが、その数年後にはすぐに社会にね、子供たちも出るということを考えると、まあ、夫婦2人になってしまいます。つまり5人から2人。ただそれも職場によっては家からね、通うっていうこともあるでしょう。一人暮らしをせずに。まあこういうふうに結局この家というものは不確実性の要素が非常に高い観点になってくるかなと思っています。なのでこれをまあいろいろね、考えていかなきゃいけないのかなと思っています。まあ、ただし、ここで難点があって、この住居の変更っていうのは、まあ家だろうがマンションだろうが、まあ購入だろうが賃貸だろうが、まあ即効性とか柔軟性はちょっと低いですよね。まあ、明日から急に変えようと思ってもそんな変わるものじゃないので、このあたりをどういうふうにまあギブアンドテイクしていくかというところになると思います。はい、では一つのね、事例の比較として、まあ私の家族ですね、つまり家を買うか賃貸するかというところで悩んだ点をちょっと紹介していこうと思います。まあこれで正解というものはないので、まあこういうふうに悩んでいるんだという参考になればいいかなというふうにも思っています。まず結論を伝えますと、まあ、いい出会いが、ね、あれば購入しようと思っています。まず家を買うといった場合には、決して新築を建てるわけではなくて、まあ、築20年もしくは30年ぐらいで、まあ、金額1000万円、多くてもまあ2000万円ぐらいをめどにですね、まあ、それぐらいだったら買ってもいいかなというふうにも思っています。で一方、賃貸の方は普通に家の賃貸というところです。で主に悩んだ点は金額と、まあ、柔軟性と手間ですね。この3つの視点で結構悩みました。まあ、それぞれの視点でご紹介していくと、まず購入という部分に関しては、だいたい毎月払う費用っていうのは3万円から6万円ぐらい。これは1000万円か2000万円を、まあ、35年ローンで考えたときには、だいたい3万円から6万円ぐらいが月の家賃ということになります。で、家の場合には結構面倒なところが、いつかはこれをね、売ったり、もしくは土地の晒しにしたりとか、で売却をしたりとかっていうね、出口を考えなきゃいけないので、まあ、その売るとかいうことを考えると、まあ、家を買うとした場合でも、まあ、可能な限り、もう土地値と同じ金額の家を探していくことを考えています。まあ、そうはしないと結局家の建物自体というのは大体25年前後で価値がね、なくなっていきます。なのでそれを考えますと、まあ、このできるだけもうすでに土地値とほぼ等しい家を買った方が、まあ、出口、人に売却するときにもほとんどね、損をせずに済むということになります。なのでできれば家あればね、いいと思うんですけども、なければ無理に買う必要はないとも考えています。ではこの金額面を賃貸という部分で考えると、だいたい6万円から10万円ぐらいになるかなと思っています。基本的に賃貸の方がやっぱり月のね、支払いは多くなっていきます。で、ただ賃貸でも、楽なところはもちろん下に後でご紹介する柔軟性とか手間の方は賃貸の方がね、やっぱ楽かなと思います。ただ賃貸にも一つ、まあ、難点がありまして、まあ、セミリタイア後、借りにくいかもなというのはあります。私自身はまだね、今会社員なので具体的な経験はないですが、やはり会社員と個人事業主やフリーランスの場合には、こうやってね、ローンだとか、
もしくは部屋を借りる、家を借りるって言った時には、なかなかその審査のね、通過の、しやすさっていうのは全然違うというふうに聞きます。まあ、分かりやすいように誰もが知っているトヨタに勤めているということを考えると、まあ、カードだとかこれ賃貸とかそのあたりの審査というのはもう、ね、一瞬で通るかなとも思います。ただ一方で何してるか分かんないような個人事業主に、まあ、お金を貸してくれるとか家を貸してくれるっていう部分では少しね弊害も出てくると思いますので、まあ、この賃貸という部分はセミリタイア後も、まあ、場所によっては結局ね審査が通らないってこともあると思います。で次に悩んだ部分は柔軟性ですね。まあ、今日のメインテーマと言ってもいいかもしれませんが、ライフステージによっていろいろ変わってきます。で家は簡単に言うと購入してしまうと柔軟性は低いというところになります。まあ、当たり前ですよね。そして、まあ、売却とかローンの返済などいろいろね面倒なことが発生します。この柔軟性が低い、つまり何か出ていくとか引っ越しをするといった場合には、まあ、売却をするとかローンを返済するなどの何かしらの作業が残っておりますんで、それを考えるとちょっとね重い腰を上げなきゃいけないっていう形でちょっと柔軟性は低いかなと思います。で一方賃貸はもう柔軟性高いですね。もう必要に応じて引っ越しどん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 できるというところですので、それを考えるとやはり賃貸の魅力っていうのは、まあ、柔軟性が高いところ、まあ、パッとね引っ越せるっていうのは賃貸のいいところかなとも思います。そして次手間ですね。で購入という部分に感じますと、まあ、メンテナンスがねやっぱ定期的に必要です。まあ、私の実家ですねを見ていると、まあ、そんなねメンテナンスといっても何かの取り替えをするとかっていうのは、まあ、年に1回ぐらいかなという印象がありますけれども、まあ、それでも何かしらやらなきゃいけないっていうのは購入のね手間な部分です。で特にやはり水回りがね傷んでくるというふうにも聞きますし、私も親からですね水回りの方の、まあ、改装だとか修理っていうところが、まあ、年々増えてきているような気がするとも聞いています。で一方賃貸はですねすごい楽ですね。まあ、今賃貸で暮らしていますけど、まあ、基本的にもオーナー任せです。なんかトイレの便座がですねちょっと割れてしまったとか、そういうところも普通に経年劣化というところで交換してくれたりとか、お風呂の床が少しね穴が開いていて下にね下の階に水漏れが発生してまったというところでも、基本的にはオーナーさんが入っている保険で全てやってくれています。なので、こういう将来の心配というのは少ないですね、賃貸。そういうことを考えると、やはり賃貸もなかなか捨てがたいなというふうにも思います。なので、結局購入でも賃貸でもどちらでもいいと思っていて、まあ、いい出会いがあれば、まあ、購入しようというところが今の考えです。はい。では次は税金ですね。まあ、結局手取りいくらなのというところです。でこちらは前回の動画で少し触れましたけれども、まあ、セミリタイア後の予想収支を書いております。まあ、手取りと生活費、これがどうなるかというところを試算した結果です。まあ、左側には私の事業収入と、まあ、妻の給与の収入、またそれを踏まえたいろいろね、控除とか税金、それを考えますと、まあ、夫婦でだいたいこれぐらいの手取り。そして、まあ、このね、資産形成やっていますんで、いずれは配当金をちょっとね、増えてくると思いますので、配当金、その手取り、そして月々の生活費、それを年間換算する。まあ、これを考えて、大体このような手取りと生活費を計算しました。なので、まあ、これはね、家族のスタイルにもいろいろよりますので、まあ、この計算っていうのは一回やってみるといいかなと思います。やると何が違うかっていうと、まあ、将来の生活するイメージがね、わかります。まあ、生活費はこれぐらいで、生活費なんていうのは普通に、今の生活費を家計簿つければねすぐできるわけですから、それをやってみて、あとは自分が想定する収入、そして手取り、これを計算すると、あ、毎月いくらぐらい足りないなとか、毎月いくらぐらいの余裕があるなっていうのが分かってくると思いますので、そのね不透明感っていうのをいかに透明にすることによって、まあ、自分の不安が減っていきますので、ぜひこちらおすすめです。で控除だとかこの計算の方法は私は税理士ではないので細かくはお伝えできませんが、以前の動画でこのね計算の仕方とかどんな控除があるかっていうのはご紹介してしますんで、こちら概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ参考になれば嬉しいです。はい。で配当金ですね、こちらは資産形成している中で、まあ、株 ETF が中心ではなりますが、こちらの配当金も考えています。
まあ、こちら税金と収入両方にかかってきますけれども、まあ、自分たちの生活費の約半分ぐらいは配当金、こちらで賄えるかなと思っています。まあ、年間110万円ぐらいの配当金を目指していて、そして手取りはだいたい88万円になって、これがね、不労所得という部分に入っていきます。では最後に収入の部分を触れていこうと思います。で、収入でやりたいことっていうのは、収入の分散化によりリスクヘッジをするということですね。まあ、今は会社員の給料がまあメインで1本になりますが、セミリタイア後はいくつかの副業、そして配当金、まあ、こちらで収入の分散化をしていこうと思います。で、なんで分散化するかっていうと、まあ、何かがダメになってしまった場合に他ので賄うことができるというところですね。では具体的にどんなことを収入源として考えるというのかっていうのを、配当金以外の部分をお伝えしようと思います。で、金額で言うと月7万円ぐらいを稼げればいいかなと私は思っています。で、やろうと思っているのは、まあ、3つのテーマがありまして、1つは金融ですね。まあ、今こういう形でお金に関してより発信していますが、 YouTube での広告収入だったりアフィリエイト収入で、またノートメンバーシップやっているというふうにお伝えしましたが、そちらに入っていただいて、まあ、そちらのメンバーシップの金額、そちらでの収入で、また趣味でカメラやっておりますので、まあ、写真撮影とか動画撮影編集などを、まあ、クラウドワークスみたいな形でですね、受託することも一つ考えています。で、もしくは自分自身で SNS の発信等も行って、まあ、仕事の依頼等も受けていきたいなというふうに思っています。そしてコンサルタントとしてのお仕事ですね。まあ、幸いにも会社員として今いろんなことを経験させていただいております。なので、まあ、ビザスクなど今ありますが、まあ、ポイントね、スポットでまあコンサルをするということですね。まあ、こうやって現本業のまあ延長線上で何かしらコンサルもしていきたいなと思いますし、もしくはこの今やってる金融とか暮らし、またカメラ、部分で、まあ、暮らし全般のですね、コンサルタントっていうのもできると思っています。まあ、このあたりをいろいろうまくやりながら、まあ、月7万円ぐらいは目指していきたいなというふうに思っています。まあ、まだ5年から10年ぐらいありますので、今いろいろ種はね、植えている最中ですので、まあ、もうちょっと5年10年後には月7万円ぐらいはいけるんじゃないかなとも思っております。はい、いかがだったでしょうか。まあ、私はですね、こんな感じで家とか税金とか収入の準備を少しずつ進めております。で、一つ言えることっていうのは、まあ、1ヶ月でですね、対応完了できるってことはなくて、やはり数ヶ月から数年単位で準備が必要だなとも思います。まあ、家は巡り合わせっていうのもありますし、まあ、副業なんていうのはすぐにね、収益化できるものではないので、もう本当に長期戦かなと思っています。なので、このあたりはまあコツコツと準備していくということになると思っております。はい、ということで結論をですね、最後もう一回振り返りで書いていこうと思います。まあ、暮らしの背景変化、こちらに対応するために、まあ、家の広さ、これはライフステージによって上級人が変わってきますんで、まあ、このあたりを考えながら、家なのかマンションなのか買うのか借りるのかっていうのを考えていくと。で、また納税ですね。まあ、会社が行っていた社会保険料、こちらの対策だとか、結局将来の自分の手取りはいくらなんだろうか、税金はいくら払うんだろうかっていうところですね。そしてリタイア後、まあ、年金と配当金だけでゆっくりね、暮らしていくというのも案ですし、まあ、少しは働くというところで、私みたいなセミリタイア、サイドファイアというのも一つの方法かと思います。まあ、ただ一つ言えることは、まあ、収入の分散化をしておくとですね、非常にリスクヘッジが行われて、まあ、安心して暮らしていけるのかなとも思っております。はい、ではですね、最後おすすめの動画ですけれども、今日配当金の話を触れましたが、このセミリタイアに向けた資産形成ですね、まあ、こちら目標7000万円くらいとしておりますが、まあ、これをですね、以前どうやって7000万円達成していくのかという動画を作っておりますので、ぜひ興味がある方はご覧いただけると嬉しいです。で、また今日触れた税金と社会保険料ですね、まあ、手取りのところ、まあ、これの資産結果、資産内容、方法というのを紹介していますので、合わせてこちらもご覧いただけると嬉しいです。はい、以上でございます。今日もご覧いただいてありがとうございます。資産形成ですね、まあ、2024年から新NISA始まりますけれども、まあ、その新NISA というものはほぼほぼね、もう生涯、自分の将来のお金を踏まえた準備になると思います。まあ、それを意識していると自然と
あれ自分は本業のリタイア後もしくはセミリタイアしたいという方は、まあ、手取りいくらになるんだろうとかですね、このあたり非常に興味がある部分かと思いますので、ぜひ今日の動画が参考になれば嬉しいです。では今日もご覧いただいてありがとうございました。良い一日を。